じゃあ次、電磁気学の面白い話っていうテーマで喋ろうと思うんだけど、河内、なんか電磁気学でこれ不思議だなと思うやつとかあれば、まあまあ、電気が関係する物理。<laughs> 電気が関係する物理か。パッと出てこないですけど、リモコンとかは電気ち電 あれに関わるんですかねあれは電波ってのを、まあ、赤外線使ってると思うんだけどそういう波を送ってるよね <laughs> そのリモコンを携帯のカメラで撮影しながらリモコンのボタンを押すと赤く光ると思うんだけど俺らの肉眼だと見えないんだけど赤外線だからその赤,外線赤,赤いやつ赤外,線だな、うん、赤外線をテレビの、まあ、受信機に送ってその情報でコントロールしてる。 電磁気学というか工学かなあれは。光の学問っていうやつになるんだけど。うん、うん。じゃあ直流と交流って何なのかみたいな話なんでコンセントから交流が得られるんだけど、実際に使うのって直流じゃんみたいな。なんで最初から直流で送らないのみたいな。<laughs> 発電所から。うん、ってのを考えると、これなんでだと思うかわいくん。直流は。 危ないって話 <laughs> なんとなく,なとなく <laughs> やけ関だけしやすいとかないっけあ<ー>ないか <laughs> あるよあの例えばじゃあ発電所から家まで電気を送るこの、まあ、送電線があるじゃん、うん、でここが直流だったら直流って常に電流が流れ続けてるんだよね直流って交流っていうのは周期的にプラスとマイナスが入れ替わって、うん だからある瞬間は交流ってゼロになるのよ、電気が流れるタイミングが。プラスとマイナス、プラスとマイナスで。何か直流常に流れ続けてるから、途中で何か事故とかがあって、送電線を切る、断線するっていう作業をするときに、直流だと感電するだろうね、流れてるから。でも交流だとうまく、<ー>うまいときに切ると、電流流れてないときに遮断できるから、安全に遮断できるっていうのがある。それも一つの理由だね、交流で送っている送電線、あの発電所から家まで。 流交流のを使いい分けている理由 <laughs> あのパソコンとかテレビとか家の中の電気ってほとんど直,直流で動くのね。でもなんで交流で送られてくるんだろうみたいな。コンセントのところまでは交流だよね。効率いいからとかですかああ、いいね。うん、ロスが少ないみたいな。あそれは一個の答えだね。 そうあ出てしまった <laughs> 直流だと電力損失ってのが大きくてつまり送電線を通ってくるときにに熱になりやすいのよだから熱エネルギー電気通してんだけど熱エネルギーとしてエネルギーが出てっちゃう割合が高くてでも交流はそれが少ないってのがあるから、うん、あ電力のロスってのが ちょっと減らせられるっていうのがあるね、交流のメリットとして。そう、それは答えとして1個だね。高校物理ぐらいになってくると理解できる話なんだけど、電あ,あと電圧を変える必要があるじゃん。つまり、発電所から家までってすげえ長い距離を電気を送る必要があるから、すごい電圧が必要なのよ。電気の圧力によって電気を送ってるわけだからで、長い距離を送るにはすごい圧力が必要と。で、電圧を 変変換換ししややすすいののが、が実は直流流より交流の方が変換しやすくって、だから交流が使われてるもし直流でやろうと思ったら電圧を変換するのが容易じゃないから小さい電圧でしか送ることができなくって発電所から家までの長い距離を各所各所にこう送るところを作らないと直流だとこうやって送れないのよでも交流だと一気にでかい電圧でバーンって送れるからまあ長い距離送ることができる。 ととりあえず交流でで発電所からら家まで送られていることの理由あコンセントとか触っても感電ってしないじゃないですか。うん、コンセント刺すと電気でも流れるじゃないですか。うん、あれは単純に距離の問題なんですか。電気が流れてる場所に触ってないからです。仮に奥の方まで指突っ込んだとしても、 電気が流れるためには電気の道筋ができないためじゃん。だから、ここにコンセントあって、ここに人間があって、こう触っただけでも、このこ,こ,この人間を,あ人間をこう流れる道筋ができないじゃん。一個面白いじゃあ関連する面白い問題があって、鳥ってさ、電柱と電柱の間のこの送電線のところに鳥ってめっちゃ止まってんじゃん。でも、あいつらって、 感電しないじじゃゃんん普通に止まって,る止まってんじゃんねでも人間がこの電柱と電柱の間例えば何か繋わったりとかしようとすると感電すんのよ。でそれって何でだと思う鳥ってちっちゃいからここにじゃあ送電線があるじゃんこうやって。え、鳥ってこうやって立つじゃん。これってさここの流れてる電気がわざわざ鳥の方向鳥の方が絶縁が大きいわけだから電気流れにくいわけだから鳥の方向に電気来ないじゃんこうやって。 ね、電気の線がこう流れてるわけだからでも人間だとこの1個の電線を綱渡りするんだったら感電しないわなんだけど絶対にそんなことできないからなんか他の電線とかさこう持ちながら渡っていくじゃんそうすると電気の道筋がこっちの線とこっちの線っていうのが人間がここ綱渡りすることによつなんで繋がっちゃうのよそしたら電気が流れる道ができるから感電するっていう感じで。うん かコンセントの話もそれと一緒でコンセントだと1箇所しか電気のとこがないからあれなんだけどもしもう,もう片方の手で別のコンセントの差し込み口とか触っとったら危ないかもしれない。うん、基本的にそういうふうになってないと思うけど家の構造的に。じゃ1個だけ話すると,と、ね、<laughs> 超電導って聞いたことある人いる 超電導。超電導か。あ、そう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 ,そう。超電導がなでリリアモーターかとつながるかっていうのまず超電導って何なのみたいな。漢字で書くと、超ってあの、超えるっていう字ね。だからスーパーっていう意味だけど、めちゃめちゃ電動するって書いて超電導なんだけど。<laughs> これ実は漢字のまんまで、あの、 金属に電気流す時にさっき言ってたオームの法則とかがあるけど抵抗ってあるじゃん金属によって各々別の値があるんだけどだから物質に電気流す時にその電気の流れを妨げようとする抵抗っていうのがあるのよ基本的になんだけどある、まあ、超電導状態っていうのにするとその抵抗がゼロになるっていうのがあってそれめちゃめちゃ冷やしたりする必要があるんだけど 抵抗がゼロになると嬉しいのがそのさっきのエネルギーのロスを全くすることなしに電気を送ることができるんだよ抵抗がないからイメージ電気電流って電子の運動と逆向きの流れって定義されてるじゃんだから電子が動いてるってことが電流が流れてるってことに対応するんだけど電子が動くってことはその物質を構成している原子をこう上手に避けながらとかすり抜けながら動いていっとるのよで これ避けながらっていうところが抵抗に対応するんだけどだから原子がすごい詰まってたりしたら動きにくいわけだから抵抗が大きいわけ動きにくいからなんだけど超伝導っていうのはそういうのも関係なしに電子は普通にスーって通っていくようになる状態原子あるんだけどこう物質を構成しているっていうのが超伝導状態ってやつで、まあ、こうすると、まあ、抵抗がゼロになるんだけどこれによって生じる一つの 効果っていうのがあってこれちょっと難しい話ゃないけどマイスナー効果っていうのがあって磁場を金属の内部から完全に排除するっていう効果が超伝導の物質には働くのよだから面白い現象が1個できてえっとここに永久磁石用意しますでここに超伝導の超伝導状態の物質用意すると何が起こるかっていうと このののの超伝導状態の物質は磁石の上に浮くのよなんでかってうと磁場が内部に入り込めないから磁力線描くとこう磁力線がこう裂けていくような感じになってここで力が働いてくっつかないようになる浮くっていう力が働くから勝手にものが浮くっていうのを実現することができるんだけど実はそのマイスナー効果がリニアモーターカーに使われていてそう。 例えばレールがそう永久磁石っぽいやつにしてで電子、リニアモーターカーの下の部分に超電動状態のものをやっておくと常に浮くことができるじゃんで。浮いちゃえばさ、横向きの力ちょっとでも加えるだけでもスーッて動くことができるじゃん。だから簡単な力ですごいスピードを出すことができて、リニアモーターカーみたいな技術が実現するよっていうのがあるねっていう。